バランス感覚に自慢の猫がいます。ということで次に使う道具はこちら、中央にある長い綱渡りに挑戦です。挑戦する猫はというと、あちらの樽から登場です。バカマー、さあやってくるのはこちらの猫、ロシアンブルーのバカバちゃんです。皆さんはバカバの真剣な表情と尻尾を使ったバランス感覚をご覧ください。さあ若葉が自分で螺旋階段を登っていきます。それでは皆さん、若葉の準備ができたら綱渡りスタートです。さあ渡り始めました。綱はグラグラと揺れています。尻尾を使って上手にバランスをとっているのが分かりますか。皆さん若葉がゴールをしたら大きな拍手をお願いします。あとちょっと、もう少し、それでは若葉は端まで行って帰ってきました。いや素晴らしいバランス感覚ですね。今日はスタート台まで往復するので、皆さん往復後は渡り最初に手拍子で応援しましょう。それでは行きますよ。さあせーの、どんぶりどんぶりバッターバッター、どんぶりどんぶりバッターバッター、一緒に気をつけて、頑張れ頑張れバッターバッター、頑張れ頑張れバッターバッター、ロシアンブルーの若葉ちゃんです。皆さん若葉にもう一度大きな拍手をお願いします。